みんな。おーい、意気揚々と。11月22日、アクセスキー確認。午後3時、チームアークライド解決事務所、これより最終領域を解放する。よし。おお、懐かしの浮遊エレベーター。おお、バルタル宮跡。ああ、なんかこの景色見たことある。ここがバシュタール宮。あ、バシュタールね。今なんて言った、バルタールって言った気がする。100年前に滅びた旧カルバード王家の遺構か。いるんですね、この先に。ええ、残っている顔ぶれはあまりに底知れませんが。関係ねえ、最後の落とし前をつけるだけだ。そして何よりも反応兵器を絶対に止める。うん、よし、気合い入れていこうよ。ジュディス見てると元気出る。迷う作りじゃなさそうだ。一気に駆け抜けるぞ。アイサー。え、なんかこの景色ティザームービーで見た気がする。ちなみに調べなきゃね、気が済まないんですよ。オッケー、行こう。メンバーどうしよっかな。行きます、行きます。わー、すごいね、光合し、すごいね、光の入り方がとっても綺麗。お任せを、頑張ります。かつての模型、相当な広さがあるね。ええ、朽ちていても雰囲気があるわね。そこを決戦の舞台とは、つくづくいけすかねえな。え、もう早いね。気づいたら100時間になってた。楽しもう。あ、アリオッチさんじゃないですか。天井はどこ行ったの。かっこいい。来たな、待ちくたびれたぜ。最後の守護者か。ああそうだ、さっきはやり損なったが、存分にシェアウトしようじゃねえか。まあ大昔に来た時の壮麗さはかけらもなくなっちまったが。大昔に来た時の壮麗さ。廃墟は廃墟でおつなもんだ。お互いに最高の舞台にしようぜ。何何何、おいくつですかっていう話をしてるの今。8年前の東よりの報告でよもやとは思ったが、この時代の生まれではないのですか。言ってなかったかじゃないんですよ。俺はイスカ神聖王国、イスカ神聖王国。ちょっとあの奇跡の歴史をね、丹念に見ていったらそれ知ってるんかもしれんけど、わしは知らん。イスカ神聖王国の時代、何年前ですか。大陸東部全域を治めていた130年前に滅びた超大国。へえ、東全域か、すごいな。斧槍と鎧がアーティファクト。ラゴーの牙。へえ。一族が代々受け継いできたもん。もともとスメラギに仕える製法の一派。神前施設の護衛で訪れた時のことを覚えてる。へえ、ここに？帰国してすぐに公国は崩壊し、一族の大半が滅びた。はあ、なるほど、この斧槍と鎧で流れてんだ。へえ。へえ。一世紀以上続けてたの。100年ってことよね。
で、あいつらに助太刀された。なるほど。あー、ガーデンのことか。その時メルキオルもいたんね。で、エンペラーさんはいなくなっちゃって、なるほど。グールや帝国のノスペラトゥだっけ。へえ。だって本人ってことだもんね。はあ、インビンシブルテンペスト、なるほど。姿なき厄災、なるほど、言えてみよう。はあ、そういうこと。なんか生きてるっていう実感をこういうことでしか感じられないの悲しすぎる。本人はそう思ってないんかもしれんけど。そろそろ我慢の限界でな、とっとと追っ始めるとしようぜ。制限されたルールの番人もお役御免だ。最大限に解放して戦えそうだからな。脅威度不明、古代遺物の力を限界まで引き出しているようです。ほんと、がっかりさせてくれるわね、あんた。おお、ここでジュリス。ああ、論来に現れて、私も祭りに来てほしいとか散々煽っておいて、楽しませてくれるのはその程度だっていうの。ジュディスさん。は？言うじゃねえか。だったら女優に回答だったか。二つの顔を持つあんたが、この俺の渇きを満たしてくれんのか。ええ、どちらとしても見過ごせない。呪いに操られるまま無意な時を過ごし続ける空っぽなファン候補がいるってことは。あら、いいこと言いますね。だから怪盗グリムキャッツとして、映画女優ジュディスとして予告する。空っぽなあんたの心、華麗に盗んで叩きのめしてあげるってね。マジなん。ジュディス。いい短歌だ。かっこいいです、ジュディスさん。ね。面白い。だったら見せてもらおうか。ねえ、もっと本気になっちゃったよ。てめえらの力でどこまで俺の隙間を埋められるのかをな。生きるよ。ラゴーの牙の進化、よく味わってもらうぜ。はい、マジか。解放されたって言われても私使ってないんだよね。だって体に負荷かかるんでしょ。できるだけ、できるだけやらない方を選びたいなってなってますね。で、ジュディス入ってますね。そう、ジュディス入れてなかったんですけど、入れたいなって思ったら勝手に入ってた。これいいですね、勝手に入ってくれるの。さあ、いつものパターン行こっかな。特に何も来てないし、行くよ。ほい。できればバン君の前に誰か来てほしいんだけど、チェイン的な意味で。アーロン来てくれたらちょっとチェイン貯められたりもするけどね。うん、次5回目か。いいね、バン君 CP 回復来てんじゃん。どうしよっかな。魅了か、ラフォルテ入れるか。クロノドラ、うん、ラフォルテにしよう。どこ？あそこか。これか。おーい。おーい。コバルトカーテンを上げていこうぜ。この辺りで。コバルトカーテン展開。アーロン様。アーロンは。
スだ。これで結構チェーン溜まってる状態で行くのです。せい。オッケー、美味しいんじゃない？いいね。てかこの鎧って脱げないのかね。うわ、ちょっと待って、オブリビオン来た。どうなった？いや、ほんとコバルトカーテン助かる。行くか、もう一回。スイダンザライスレイダー。うん、やっぱチェインって1万ぐらい違うんだね。やるね。痛い、待って、大丈夫？いいね、お返し。え、全然減ってないよ。待って、あ、5番目か。まずはコバルトカーテンかな。ジュディス回復あったっけ。回復あっても足りないかもしんないから、カーテンの前にこうしとこう。え、待って、でもあのびっくりマークが非常に嫌だな。お任せします、バンさん。ジュディスちょっと変えるか。上げていこうぜ。ジュディスちょっと変えようかな。こいつは効くぜ。一瞬だけね。勝機は我らにあります。で、アニエスにガードしてもらって、え、なに？あ、やった、やった！初めて発動した、初めて発動した。え、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。ちょっとバン君あげたいな、そしたら。微妙に狭いんだよね。あ、これはジュリスで消したいんだよね。3番目か、3番目か。慎重に行くよ。ちょっと調光するよ。バン君のあのクリティカルのために防御力アップの食べ物あげたいんですよ。で、これも切りたいんですよ。このこれこのバフも切りたいから。で、ジュリス、はい、どうだっけな。ちょっとここはジュリスに変えて、バトンタッチだ、主役の出番ね。はいはい。で、これして、ん、これだっけ。頼む、いいね。てか崩れてる。え、これってここの時に攻撃しないとダメなんだっけ。頑張ってください。あー、どうなんだろうな。スタン、ちょっとそこまでわかんないや。スタンが次のだけなのか。待って、物理攻撃力アップ、これ。おう、バン君。悪いな、スタンしたまんま。あ、スタンしたまんま、いいじゃん。これをファンダライブレイドをするんで。チェーンあんまないけど。どうや、いいね。え、でもまだ半分ですか、これでこれでまだ半分ですか。で、コインバレットしてちょっとヘイト貯めとこう。
王さんがアーツ来てるけど意味ないし。任せた、リゼット。リゼットさんは攻撃か。勝機は我らにあります。こうしよう。どうかよろしく。誰これ。アニエスは交代して、アーロンでクライナをする。バンクなハテナ CP だったら嬉しいな。いいね、いいダメージ。2回目。誰がジュリスがなかったんだっけ。でも防御力上がってるからそんなに痛くないのか。慎重に参りましょう。そうね、こう、あー、オーラブレスはありよりのありだな。やっちゃいなさい。ありよりのありだわ。そうだよ。これは悪くね。チャンスよ。そうね。またクリティカルあるよ。ちょっと、あ、そっか、キセスさんこれがあったか。飛ばします。封切りにはなってく。あ、ナイス。ちょっとこれはコバルトカーテンしたいでしょう。コバルトカーテン展開。反対攻撃で頼む。そんなものはないんですね。借りは返すぜ。もうバン君そんな溜まってんの。どうした、どうしようかな。背面特攻しようかな。背面特攻、こいつは効くぜ。遅延だもんなこれね。遅延だって効かなくもないんでしょ。こいつは効くぜ。砕けろ。アーロン最高だな。フィーバータイムだ。フィーバータイムだ。あ、そっか、一回してたからか。援護はお任せを。壁に決めて。うん。まあ、いやいやいや。よし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 。これは消したいけど、ちょっと逃走。あ、アリが入ってる。これ全体なの。全体、あ、全体っぽい。やった、ありがとう。もうザオさんするの本当にね、気分屋ザオさん気分屋ないよね。で、コバルトカーテン切れてるから、もしコバルトカーテンをかまし、コバルトカーテン。これで封印とかなんか状態上なるんだったらめんどくさいね。2回行動のクリティカルですか。どうした。自分も入っとく。こんな感じ。サオさん大丈夫。サオさん大丈夫。こんな感じで、バン君は今169あるから、 S ブーストってどこまで伸びるんだろう。これ最大、もしかして。なんかこれ最大っぽい、もしかして。アンダライズレイドを
アーロン、あでもいい。すごい。ジュディスでバフ下げて。でアーロンバフしてあげたかったけど。下がんなかった。いや、ほんと、もこもないもしかして。なかった。全力だよ。こっちでもいいけどね。こっちでもいいけどね。バフないからこっちにするか。うん、十分強いしね。50だよ、これ。ナイス。フルブースト全開か。背中取れないし、いやでもち、こいつは効くぜ。こっちでもいいな。押せ押せでいくよ。頑張れ。いいね。この木は逃しません。あとどのぐらい25,000か。S ブースト欲しいな。ちょっと待って、怖いか。コバルトカーテンはいっか。S ブースト欲しいな。ナイス。お返しだ。あ、エスブースト来てるじゃん。踊りましょうか。ナイス。これ持っていけるんですけど、持っていけるんですけど、5番目でしょ。ちょっと持っていけるんだけど、ちょっといい戦いしたいなっていういい戦いをしたいなっていう気持ちのもと、こういうことにな、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、私のあれは、私のこのあれはどうしよっか。じゃあトワイライトキスする。そこ見てなかった。どうしよっかな。じゃあキスかな。持ってかない、持ってけないのも知ってた。53,000。ちょっと女子同士の力で53,000、53,000とか全然無理だった。チャンスです。こいつは効くぜ。とどめをお願い。まだ足りねえ。の核を砕いたか。マジ砕いたの。すげえな今の。ゴールデンブラッドのクライマックスの再現聞いたでしょ。ああそれでかよ。ちょっとまさかアイーダさんと同じ。試合の最中だってのについ見とれちまったぜ。昨夜見たみたいに。あ、そういえばそうそう、映画館で今ゴールデンブラッドやってるって言ってた、町の人が見たんだ。ひょっとして北外区の映画館で。ねえ見たんだね。てめえらの勝ちだ。行くぞへの道は開かれた。そうだそうだ。で、あのおばあちゃんが隣の人に
大きい体の男の人が出てきて気が気じゃなかったって言ってたわ。この人のことだったんだ。なるほど。残るはジェラールの旦那のみ。メルキオルは見届け役となるだろう。あ、そうなの。旦那の恐怖に抗えるか。せいぜいあがいてみせるんだな。でもこれでようやく生を全うできたんだね。このアーティ、もうこれはアーティファクトじゃなくなってんのかな。もし見てたんならなんか感想くらい言いなさいよ。そうだね、ジュディス。今となっちゃ答えは永遠にわからなさそうだが、でもどこか納得したような表情だったと思います。ああ、やつの隙間少しは埋められたんじゃねえか。やっぱ萌えは最強よな。だといいわね。出しゃばっちゃったけど、ここから先はあんたたちの出番よ。もちろん臨時バイトとして最後まで力になってあげるけどね。ああ、頼りにしてるぜ。ね、とっても綺麗だった。次はいよいよゲームの最終戦だ。マジ万全の体勢でジェラールをぶちのめし、うん、ゲームに勝って落とし前をつけさせるぞ。おお。これでもまあ力がなくなったんならいいんかな。いや、これでガーデンの3人がいなくなったんですね。うん、メルキオル、まあでもメルキオルか。はい、ということで、あ、これ中間っぽいか、採用なんかな。いきますか。あの先が玉座でしょうか。いざ参りましょう。ああ、踏み込むぞ。マジか。さすがは私ね。意外にイケてんじゃないか、ランスター。意外にイケてんじゃないかっていうの。